こんにちは、まゆみです。今日はヨハン・セブスチャン・バッハの、BWV639 のコラールを弾きました。はい、それではよろしくお願いします。この曲はね、何回も、弾かせていただいて何回も載せていますけれども、私すごく好きな曲で、まずこれを弾かなければと思う曲なんですね。はい、でね、私がなぜパイプオルガンをやっているかということは、自己紹介でもご案内していると思うんですけれども、私大学時代に宮内庁から、教えに来られてた学士の先生に奏と舞を習ってたんですね。奏っていうのは演奏のことです。舞は舞です。私はね、舞担当だったんですよ。でね、小っていう楽器をやってみたかったんです。でね、小っていうのはハーモニカと一緒で吸っても吹いても音が出ますよと、そういうね、楽器なんですよというふうに、紹介されていたのでやってみたいなと思ってたんです。でそれが、パイプオルガンと仕組み一緒だよって言われていたので、いつかねやってみたいと思っていまして、15年前にオーディションを受けて今ここで弾く権利を得たということなんですけれども、もう一つあります。それはバッハって、ヨハン・セバスチャン・バッハって1685年生まれでしょ。ってことはあの時代ピアノってなかったんですよ、チェンバロしか。つまりピアノっていう楽器でバッハの曲って弾かれることを想定されていないんですね。はい、私これ子供の時分からなくて、すっごくバッハがね、私ね下手なんですよ。うまく弾けないの、なんだか他のものみたいに弾けないんです。まあよく考えたら当たり前のことで、ピアノで弾かれるっていう想定がないわけですね。だからピアニスティックに書かれているわけもなく、私の好きなピアニスティックな曲にはならないわけですよ。まあ、ところがね、ピアノでも上手にバッハ弾く方っていらっしゃるんですが、私はねピアノでバッハ弾くのすごく下手なんですよね。で、この楽器はもちろんこれと同じ楽器ではないですけどね、これは北ドイツ型の、ブランボールガンというものなんですけど、この楽器、ヨハン・セバスチャン・バッハってオルガニストだったんですよ。だからオルガン弾いてたんだよねって思ったんです。だから当時の音を再現することができるんじゃないか、これだったらこの書かれている通り弾いたら書かれている音が出るんじゃないのって思ったんですね。それも大きかったんです。で、だから今、パイプオルガンでバッハを弾くことができて私すごく嬉しいんですね。はい、そういうね経緯もあるんですよ。あとこの美しいこの造形をね見てるだけでやっぱりすごく幸せな気分になる。私クリスチャンじゃないけど、こうやって天井ね、ホールので、こう天、こういう風になってます。はい、このね高いところから、ここがステージで、本来ここにピアノが置かれるわけですよ。はい、そのピアノを見下ろしちゃう位置にあってねっていうところで、まあやっぱり、まあ、天井界の音楽ですし、やっぱり誰もが弾ける、誰もが演奏することを許されている楽器ではないですよね。それがすごくねやっぱり私は嬉しいことなんですよ。はい、でもそのねバッハをうまく弾いてみたかった、当時のように、当時の音はきっとこんな感じだろうというふうに弾いてみたかった、それすごく大きかったんですよ。それをねちょっと今日はねお話ししたいと思いましたよ。今練習中の動画なので、音なんとか何個か間違えてますけど、まあちょっとそのあたりはねご容赦ください。はい、それでは少しでもなんかね面白かったとか役に立ったと思った方はチャンネル登録と高評価をねどうぞどうぞよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。まゆみでした。